あっちっしゃ私悪くないよ。何にも分かってないやろお前。はい、分かってないです。当たり前なことを言うな。今日ブラザーしてきたんですから、ちゃんと挟むほどあれやん。ちゃんとね、アミューズプレゼンツ、浦前吉田の崖っぱち。この番組は実践前に引くくじで決められた軍資金の中で何とか立ち回るパチンコ実践番組です。お相手はこの方、青山です。お願いします。そして崖っぱちゲスト、この方、吉田軍団ネイビーザーフロミナカです。よろしくお願いします。まあもうめちゃくちゃ密に飲んでた、はい、最近はねもう忙しいし、あんまり行けてないけども、いえいえいえ、まあ、そういう後輩の後半ですけどもね、はい、パチンコやったことないねんね。そうなんですよ。もうこの前半戦で初めて、ほんまにあの椅子にも座ったぐらいの、はい、はい、ただその僕本気出すとき、はい、薄着になったらすごい本気出せるんですよ。ちょっと衣装変えても大丈夫ですか。はいはい、変えるとかこれも上脱いだらね、はい、ほんまにやっぱ人間ってこの薄着の時に闘争本能が芽生えるっていうらしい。まだ冷えてるけど大丈夫。はい、全然すいません、これで行かしてもらいます。お前めちゃくちゃ仕込んできてるやんけ。はい、すいません、これやったら多分勝てると思う。あ、これですか。これ何やねこれ。あ、これいつも着てるやつですよ、ね。はい、お前仕込みすぎちゃうか。これ自分で作りまして、自分で撮った写真なんで、もう権利も何にも。あ、はい、そうですそうです。これ着てれば僕絶対勝てる気がするんですよ。なるほどね。はい、なるほど。吉田の知り合いぞっていうのをウルトラマンにちょっと見せなあかんもんね。あ、そうですね。ウルトラマンも分かってないと思いますんで、すいません。こういう後輩いますか。いないです。いない、はい、どう見てて、まあ、今までいろんな人間がここにね、はい、立ってるのを 見てきましたけど、どうですか、ひょうちゃんから見て皆川を。ちょっとだけ怖い。何が。その T シャツやりすぎもちょっとあるんですけど、それ見た時の吉田さんが漫才でもない顔が、えーって嘘でしょと思って、引かないんだそこはってね。嬉しいんですね。全然引けよ、なんで引かなあかん。なんなんこの子。ちょっとあの別の子呼んでくれ。あーうわーそうか、怖い怖い。これ言わしちゃいましたか、青山さん。あーこれ言わしちゃったか。そんな言うたことないわ。信頼いっぱい夢いっぱい、大型駐車場も完備の地域最大級アミューズ千葉店さんで後半開始だよ。さあ後半戦もウルトラ6兄弟、単発あたりをね消化できたんで、次はまあちょっと暑いかな。3回連続ラッシュ入ってたからね、俺初あたりから。単発で終わった吉田さん、後半こそラッシュに入れるか。約半分を使い切ってしまで、残りロケまで半分です。そこだけは避けられるように、後半の方が今まで崖っぷち出させていただいて当たってる回数多いと思うので必ず当てます。ここまでいいところなしの青山亮、初の街ブラ行っちゃうかも。正直今のところパチンコの魅力をちょっとまだ分かれてないので、しっかり分かって帰れるように、あとこの T シャツのご利益も、あ、そういうのはね喜ばはるんですよ。そうなの。そういうのは喜ばはる。怒りそうなのに。ネイビーズアフロ皆川、吉田さん T シャツの効果あるのか。はい、入賞時ブラッシュ、はい、起点となって当たること結構あるんで、お上位にもっと赤とか強いのがあるんで、はいはい、まあ、きっかけにはなるかなと。ありがとうございます。タイマーもタンプ。 T シャツ効果早速現れた。なんかなるんですか。ゼロになったらそれ保留変化。紫まだ上があるんで。あ、なるほど。なんか出ました、ドラマ。暑そう。今のはキャラがセブンかゴフィーが強いです。なるほど。まあ、まだ分かんない。まだ分からん。展開次第。なんか始まる。おお。ゼット、こいつを倒せばいいんですね。そうで、こっから強盗強いリーチに行くかどうかが大事なんで。なるほど。来い。あーあ
頑張れ頑張れ、可愛い公園頑張れ、負けるな、ヒーローショー状態、来い、えってくれない、燃え尽きた、何にも分かってないやろお前。はい、分かってないです。これもタイトルキングは結構強いんですけど、これ変化、結構しっかり予告が入ってくれないと、ドラマン果てしなき強敵、ゼットン発電で 50% オーバー、ただ何もない、弱いゾーン行っただけ、頑張れ、はい、本当にいいところがなさすぎてどうしよう、3万円しかないのに。吉田さん、後輩にお手本見せてやってください。な、切れたことないぞ、おいしょ、切れたことないし、たくさん切れる、あー、どでかの紫じゃまだ不安、あ、もうええ兄弟4人、おー無理やろ、どでかの村、おっと5人だけどエース、成人撃破でラッシュ突入のチャンス、当たり前なことを言うな、男の人が便器に向かっておしっこを出してたら、それはおしっこをしてるわよみたいな、どんな例え、当たり前のことを言うな、せめて京都リーチになったら何パーよぐらい言うといてくれりゃよかったや、エースのリーチで大当たりすればラッシュ突入濃厚、エースお前ええとこ見せろよ、終わった、これ打つタイミングとかもあるんですか、全くない、あ、もう運次第、ああ、あら、りょうちゃんのライターカード、青山両手挟む、青山釣り、青山釣り、うわ、挟まないで、青山釣り、サンドイッチが出来上がってる、ダメや、挟むほどあれへんかな、聞こえてますけど、今日ブラザーしてきたんですから、ちゃんと挟むほどあれへんや、しゃんねえ、もうちょっとスケベな女かなと思ってたけど、イヤホンで全部聞いてますよ、こんな挟むこともできへんのに、そんな目でみんなしっかり挟んでから、もうちょっとスケベな女だと思ったって言われたから、期待外れだったかな、悪いなと思って、ちょっとセクシーな感じ出そうかなって、私なりに頑張った結果が、いい加減にしてほしいって言われたんですけど、全然ダメ、そう思う方はミートゥー運動をしてほしいね、セクハラしてる方が言うこと、なんや、すごい悪口の羅列がありましたね。え、俺言ってないで、え、知らんで、 誰の声だったんだろう、じゃあラジオちゃんそれ誰かの、そう、スケベな DJ のラジオ聞いてんな、エロ女が言ってるから今何入ってる、売り上げ入っとんかい、売り上げ入れるようなカバン持つな、いやらしい、いやらしくないよ、釣りが入っとんのかい、釣り線がすごいな、今日激しいですね、しっかりせよ、いつもより、まあちょんちょんすな、頑張
場で。その気にさして延長し延長さずおまとんかい。やめろ。どこで覚えたやろね、ああいうな。とか言いつつにんまりしてるな。おう。もう緑ええって。ほんまに。もう緑ええぞ。吉田さん、ベムスター好きだな。おう、あ、なんかピカピカ光ってる。ラメ入り、ラメ入り。6兄弟フラッシュ発動って書いてあるよ。京都京都、スタンバイスタンバイ。あちち一緒、これあちち一緒。ハイパー6兄弟フラッシュ発動。おい、全員出てくんのか。邪魔けました。あっちちっしゃー。あ、暑いですか。めっちゃ暑いと思う。めっちゃ暑い、すごい。期待だよ。頼むぞ、最後のチャンスやぞ。これこちらこそ頼むぞ。いい加減に当ててくれ。私のせいみたいになるから。生やぞ、生、生の量釣り、生の量で挟んでる。え、これもう 100% ちゃうの。大チャンスだけど絶対じゃないよ、油断しないで。え、油断しちゃった。まだある、まだある、まだある、まだある。うわ、うわ、怖い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 。なんで。北海道限定やで。白いブラックサンダー、カメラに向かってこれ食ってもらうからな。見たことあるやろ、神谷玲子がこれ食ってんの。ある。あれやってもらうからな。これもう致し方ない。私悪くないよ。私悪くないよ。なぜか大山釣りの責任取らされる。袋開けるところからやれよ。出せ。そう、笑うな。すいません。そうですね、笑わないですもんね、ほんまは。ええ顔して食いよるわ、すっきゃ。いい子やん、いい子やん。ああ。やりすぎじゃん、あんたら。やりすぎですやんか。うん、でもええ子やな。ええ子や。美味しかった。美味しかった。オッケー。いただきます。お前やめろや。お前、俺がいくらめちゃくちゃ酔っ払って万が一のことがあっても絶対そんなことすんなよ。なあ。あ。フラッシュ。赤いよ。あるよ、これだよ。待ってたやつだよ。白いブラックサンダー食べた途端大チャンス。ソフィーストック、これは行くね。保留の疑似変動でどんどん保留の色を変えたりとかストックしていったりして赤までは行きたい。あと4回、あと3回。早く帰って。1個ね、紫まで。身につく少年の気持ちは元には戻せないんだ。名言予告。これはデフォルト。さあ赤保留。あ、ドデカの紫か。ドデカの紫行って、もう一個上、赤
ったと思う。さあ、やっと来たチャンス。ブラックサンダー食べてすぐチャンスが来た。食べてよかった。チャンス。あ、オッケー。アクトアップの方が熱い。キャラはタロウ。ここもゾフィーとウルトラマンがかなり熱いんですけど、タイトルは変わらず赤で発展で 40% か。チャージャー今紫赤まで HP 以上ですね。この1個上行くと6兄弟熱いリーチに行く。本日初の共闘、その後アルティメットが欲しかったけど、まあ、赤なんで。おっ、太郎の歌に変わった。6兄弟の方が熱いんですけど、これでも十分。オッケー、これは当たる。当たりそう。さあ、馬ですか。吉田さんのように油断しないでよ。頑張れ。すごいすごい、ありがとうございます。ダメ、さすが。いや、名プロデューサー、あげちんやからな俺は。いや、ほんまそうです。ちょっと褒めるとこ間違ってません？いやいや、こっち側でしょ。いや、吉田さんのプロデュースがあったから今こうやって光り輝く時間があるわけで。プロデュースはまあいいですけど、まあ、8ラウンドでも今日は3万円で決まってたんで、だいぶでかい。すごい、頑張ります。時間10回プラス何保留4個で55分の1を引く。引く戻し率が先輩 22% ぐらいと言われております。デッド3つ、高い。ウルトラマンなら激アツ。この後も大当たりは来ないまま。全部同じなら当たり。太郎、ジャックエース、マン、セブンとゾフィーが出ても当たりとかいろいろあるんですけど、3.5。 ラストの引いてからかっこいいよな。かっこいいところ見たいな。こっちの 50% を引いてしまうのか。マジで？わあ、すごくない？長いなと思ってるね。やったー！やったぞ！りょうちゃん入った。お前もほら紫になってる。はい。あれが赤になったらもっと熱い。ああ、なるほど。おい、おい、ゾフィー、ゾフィー、違う違う、うわー、なんか来てこれ。うわー、大チャンス、大チャンス。しかもスタンバイしてるんで保留変わります。どでかー。
熱い、頑張れウルトラマン、頑張れ。え、ここから発展撃つんですか。あ、大丈夫です、そのままで。セブン、セブンや。ああ、二人がかり、どうなんの、ドデカ保留。でも当たるときは当たるから。いきます、ゴー、紫、頑張れウルトラマン、頑張れ、いけ、ダメ、くそー、本日初のラッシュです。吉田さんの真摯なところ気づきました。全然気づかなかった。あのカードあるじゃないですか、使い終わるたびに絶対袋に戻してましたよ。確かに戻してましたね、言われてみれば。二重で。そこが真摯なところ。結構几帳面なんですか。あと女性への気遣いがすごいんです。あ、ポインター通過、当たり。吉田さんが紳士っていう几帳面だよと話してたら当たりました。でもそれって紳士なのかな。まあ、70% が1500発の払い出しですからね。すごい、なんか心なしか T シャツの吉田さんが寂しそうに見える。さっきより元気ない。よしよしよし、いい子だね、頑張ろうね。よしよし、普通に乳首触られてたんです。え、嘘、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、それはごめんなさい。ありがたい限りです。おーし、ブラックアウト、10ラウンド。かっこいい当たり方。難しいでな、パチンコで勝ち続けんのんて。でもりょうちゃんはめっちゃ夢が膨らんじゃってるから、私の周り結構3万発出た人がいるんで、りょうちゃんの思い届くのかな。あっという間にもうラストです。さっきの夢どこ行った。残り4回保留があります。奇跡をもう一度。あー、戻してください。終わってしまいました。奇跡は二度起こらず。思い描いてたほどいかなかったけど、ま、ラッシュ入っただけ感謝しなきゃいけないと思っております。さあ後半終わりました。まず俺からそうか、僕が投資 24,500円、うん、出玉ゼロ、トータルマイナス6,125発ということでね、ウルトラ6兄弟が全員揃って、うん、スペシウム光線とかをバーってやってた、はい、あれって何パーぐらいあるんですか。60、70パーとか、一番熱い位置ですよ ね。 そうね、しかも当たればラッシュ。あ、そうなんや。あ、そうそう、色変わってたわ。あれを両釣りで、はい、挟めませんでした。まあでも、まあ罰として。なんで、なんでってずっと言ってましたよ。いい食べっぷりでしたよ、あれ。ですか、うん、ありがとうございます。いやでもさすがジェントルマンやなと思ったんですけど、うんうん、あのカード使うたびに袋に戻されてたじゃないですか、はい、すごいなと思います。そこは本当に大切に紳士やなと思いました、うん、はい、アフターケア大切ですから。いやそうですね、うん、あれをやるからセクハラじゃないんですよね。そうですよね、うん、そういうことですね。経緯があるからということですから、うん、ちゃんとね、はいはいはい、あれがピロートークみたいなもんですよね、あの戻す作業が。まあそうですね、挨拶と、はい、そうですね、宅大というか、うんうんうん。まあちょっと、ね、例えすぎてようわからなかった時があります。まあ俺はもうそういう感じ。皆川どうですか。はい、僕が、投資 27,500円、はい、出玉ゼロ、トータルマイナス6,875。あ、はい、隣に吉田さんいなかったら地獄でしたね。はい、自分なりに楽しみは見出せたかなと思うんですけど、はいはい、まあ、その
隣に青山さんいらっしゃってこう握ってたら、あ、この初心者の方の握り方の手さばき私可愛くて好きなんですっておっしゃった時に、まあ、伊佐さんがの性的興奮をちょっと覚えてました。はい、なんでそんなことばっかり言うの。はい、ちょっと思っちゃったんですよね。それってやっぱりあんの幼少期に弟いんやろ。はい、今までずっとりょうちゃんばっかりやったわけやん、親も親戚も。はい、それが弟何個した。4つです。おー、まさにや。それぐらいの子が生まれたらみんな私に来てたのがみんな弟に行こうようになるわけやんか。はい、それが嫌でえパパとかおじさんみたいにするようになった。考えたことないです。そうなのかな。心当たりない。ちょっとなんかこう甘える感じが有効だっていうのを学んだのは、うん、幼稚園の年長さんぐらいの時じゃないの。あるかもですね。そうやもんね。その感覚鋭いですもんね、兄さんは。はい、りょうちゃんは。はい、私は投資2万円で出玉が結局4401玉、はい、トータルマイナスです。600玉ぐらい負けちゃいました。はい、奇跡はありました。ダメな方の初当たり引いちゃって、うん、それの最後の残保留だったんですよ。11回転目だったんで。はい、あ、いやでも当ててくれたから番組的には見せ場もあったし、うん、よかった。そうですか、うん、なんかマンション久保田さんみたいになってません。そんなの言う人でしたっけ。影響されてません。いや、あるかもしれない。ねえ、前までなんかそんな番組盛り上がったからまあいいやとか言うタイプじゃなかった気がする。負けるのは仕方ないと、はい、でもイライラするかしないかは俺が決めれるからイライラしませんとか言い始めてたから使われてました。そ, ああそうそう。だからマンコボ信者になりつつある。相当なってますね。そう、あ、それはあるわ。今日当たりも出なかったし、はい、見せ場作れなかったじゃないですか。そうやね。はい、だからその僕がこの出せなかったこの面白みというのか、まあ、これをちょっと補填していただく意味でも、はい、なんだろう、皆さんよかったらあの、はい、こちら吉田隆黒いマヨネーズ売ってますんで、見ますか。これで補填できますんで、はい、すごい。見たことある。買ったんですよ。マジで持ってきてよ。名前書かせてもらうよ。あ、本当ですか。じゃあ次に、あの又吉も絶賛やから。いや、そうなんですよ。芥川賞作家が絶賛でしょ。そうや、これも芥川賞2回取ったようなもんですから。はい、ほんまや。そうですよ、ほんまや。そうです、芥川賞取った人が絶賛してるんで。あ、はい、であと品川も。あー、すごいな。だから、そのなんていうの、もうちょっとあインテリっぽい芸人、はい、はいはいはい、もうみんな、あ、もう絶賛。まさにそうですね。はい、で、あと亀田光輝選手、亀田光輝君ね、光輝君もこれ見てくれて、すごい、うんうんうん、著名人がみんな、はい、ああ、いや、もう多分ね、1000年後に1000年後には多分聖書としてこの世の中に出回ってると思います。僕はみんな持ってるみたいな。はい、もちろんです。だってこれ連載してる時、連載してる時から磯野桐子さん見てくれてたんや。なかなかないぞ。ないですね、これはね。そうか、りょうちゃんも持ってくれてるから。はい、うん、あ、なんか重さもちょうどいいや。何これ。ぴったりなんですよ。仕事もちょうどいいよ。何もかも、うん、はい、ね、本当に最高です。なかなか本屋には売ってませんけど。アマゾンか楽天でお買い求めください、ね、はい、お願いします。じゃあ皆が、はい、また、はい、遊びに来て、はい、でパチンコ当たってこそめちゃくちゃ面白いところありますから、そうですよね、また良さを味わいに来てください、はい、ありがとうございます。というわけで今回はこの辺で、さよなら。さよなら、ありがとうございました。フェイスブック協楽パチンコパチスロ友の会、パチンコ好きな仲間が毎日たくさんの投稿で盛り上がっています。もちろん協楽の最新情報もいち早くアップされます。詳しくは協楽ホームページをチェック。フェイスブック協楽パチンコパチスロ友の会、ぜひ入ってみてください。 YouTube 協楽チャンネル内のコメント欄に寄せられた視聴者の皆様からのお便りをご紹介します。ビースト山田さんからいただきました。よっさん髪切ってかっこいい。これはまあ時々散髪には行きますからね。もともとロン毛キャラでやっててでも今年からあの単発にしましたって言うんじゃないですから。ありがたいけど、あ、りょうちゃんっていつからその感じだったっけ。もともと長かったっけ。いや、もうだいぶこの感じですね、ずっと。はい、気づく人ですか、周りの女性が髪切ったとか。全く気づけ。見てます人のこと。
日のことは、まあ、見て小杉の散髪は気づくんだ不思議とおうこの辺に変化ないんだけど横がバー青なってる時あるからえ言うんですか小杉さんにそれは切ったなとかそれは別に言えへんなあ思ってるだけでああ散髪しとるやっぱ言った方がいいの毛切ったねってあなんか見て興味を持ってくれてるなと思いますよね吉田さんあんまり収録1日やってても、うん、目合うの3回くらいしかないからあそうですか顔をあんまりこう、ね、直視しないタイプなのかなって思ってたんですけど確かにそうやね、うん、だって顔見て喋る意味ってないしないですか、うんうん、意味はほんまな今仕事やからこう喋ってるけど別にその体の関係を持てない女性って俺にとって意味ないんですよ、うん、じゃあ意味ない存在ですねそうそう、うん、今はもうこう喋ることでこう、ね、喜んでくれる人がいるからそういう意味では意味あるけど男としての俺にとっては意味ないそんな2回も3回も言わなくてもいいじゃんすいません、まあ、だからですかね、はい、また髪切りますんでよろしくお願いしますたくさんのご投稿ありがとうございました毎回ご紹介するのでじゃんじゃん投稿してくださいお待ちしてます YouTube で崖っぷちをご覧になっている皆様いつもありがとうございます面白かったら動画内にある高評価ボタンを押してくださいねもっとしっかりお願いした方がいいんじゃないですかわかりました高評価ボタン押してくれないなんてどうかしてるぜどうかしてるぜ